ね、はい、ウイルスは感染しないようにとかそっちの研究してほしいね、本当、方向が違うよ、方向が、はい、目的がね、ところがさ、この辺先生どう思います？もうね、うん、なんか中国からの観光客を受け入れようじゃないかみたいな動きになってますよね、うん、そこは難しいんだよ、ね、今度感染を防止したでしょ、はい、防止して日本人って感染が少なかったじゃない、これが恐ろしいことなんだよね、つまりその人間とウイルスは共存してるから、はあ、どうしても感染して抗体を作ってないと人間って生きていけないんですよ、だから感染をね予防するとものすごく問題なんですよ、だからちょっと変な話だけど、亡くなるのは65歳以上だから、こういう時って65歳以上だけ家に入ってもらって、他をわざと外に出て、それで少し感染するっていうのが社会的には一番いい、まあ、スウェーデンがそれをやったんだよね、そしたらまあお年寄りが亡くなったからいろいろ批判があるんだけど、まあ、基本はね、スウェーデンの考え方、基本は、つまり人間とウイルスは共存してるから感染防止もあんまりやっちゃいけないんですよ、そしたらね、これね、どうなるのかわからないね、これほど厳重に感染防止した例って初めてだから、もう今年の冬にバーンっていくかもしれないんですよ、日本が、結構かかったと国は大丈夫だけど、かかってない国ね、どうなるかね、だからもうひたすら願うのは、通常のようにウイルスが弱くなってくれればいいと、はい、ね、ところがもしかして同じようなウイルスになったりしたら、もう日本はひどい目に遭うかもしれない、感染予防するってことはそういうことですからね、はあ、じゃあ少し小うるさい中国人入れて騒いでもらうっていうのは、そうそうなんいいんですか、いや実はねそんな社会実験やってる、いや専門的にはどういうこと言われてるかっていうと、1月に結構中国人いっぱい入ってたんですよ、その頃もう武漢で感染したから感染者ずっと入ってたらしい、その感染者の初期に日本人がある程度感染したんじゃないかっていう話は随分ある、それが3月4月に あんまり感染者が出なかった、100分の1ぐらいになりましたからね、ヨーロッパの、それが原因だったんじゃないかっていうのは、これは真面目に話あるんです、ですからどのくらいの感染をさせるかっていうコントロールが本当は一番大切なの、難しいですね、じゃあまあ、じゃあ入れないっていうよりも場合によっては入れた方がいいかもしれないっていうこと、本当はだから日本がすごく少なかったのは、まあ緯度が低かったっていうことはあるけども、どっちかっつったらね、中国に近いからじゃないかって僕なんか思ってる、むしろですか、むしろはあ、でもそういった点で言うと、もう一言ちょっと言わせていただくとね、小池知事もとんでもないよね、とんでもない東京アラート、そう、これどういう根拠って、さっきちょうどね、全く東京アラートのニュース選んで東京アラートの話しない人もおかしいけどさとんでもないと思うけども、ね、基準があるわけでしょ、でそしてなんでね、今日何日、今日は11日でしたっけ、はい、12日です、12日ですよ、はい、でなんで19日に、ね、キャバクラとかライブハウスを、ホストクラブも、要するに解禁する、8日先なのに、はい、7日先か、ね、はい、なのに、その間増えるかもしれないじゃない、なんで今決めちゃうの、ね、分かりませんね、その基準を維持するっていうのはなんで分かっちゃうの、この1週間、ということは何の意味もなかったっていうことがね、明らかじゃないのかなって、そうなりますよね、よくやったよね、あと報道もよく分かんないんですけど、レインボーブリッジが赤く点灯するのはもう見られなくなるんでしょうかって、なんか寂しいようなそんなに楽しみにしてるのって言いたくなるような口ぶりですよね、そうそう、まあ都庁が赤くなるのか、大体地上波 の職員とは全部1600万から1800万の年俸でしょ、もう 人が不幸になって自分がね、裕福なのが嬉しいんですよ、でもさ、うちの近所のキャバクラやったの、ああそうですね、なんでやってんだよってダメなんじゃないのって来たら、いやいや違います、うちはセクシー居酒屋ですってわけがあるんで集まってるところが感染するから、人と人とが感染するってのは全くの間違いだから、だって集まってる時、屋形船のいい例だけど、屋形船だから3密だって、トイレが1個同じだったら どんなに離れてても感染しますよ、だからその状況が、だからこれはね、雰囲気的に決めちゃいけないんだよね、それちゃんときちっと屋外はどうとか、ここはどういうふうになったとかいうのをちゃんとやらないとね、検討外れのところ僕はやってるんだから、そこがね、東京アラートって言いたいだけだったんじゃないかと、東京アラートって言いたいだけだった、そういうフレーズを言いたいだけだったんじゃないか、ほらソーシャルディスタンスってあんなの絶対僕英語勉強したくないね
ふざけんじゃない、日本に住んでんだから、はい、まあいいや。やっぱりディスタンスの星空だよ、ね、はい、なんか今日元気がいいな、ね、昨日ちょっとそばが良かったかな。元気が良くて先生何の問題もないはずですよ。よろしいんじゃないですか。でもさ、なんかさ、こうさ、あろうそくがさ、うん、消えそうになるとパッと最後に火がつくっていう落語の死に方じゃないんですか。須田さん、その言ってないで、なんか選んでいいの。選んでいいの先生からの誕生日プレゼントじゃないですか。誕生日逆だろ。いや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 、アフターコロナなんか社会お祝いされる側からね、いきなり言われてもなみたいな。全然心の準備が。ほら、どうされます、何、トランプ氏とかパウエルとかめぐみさんでもいい、海外に視線を。いやいや、じゃあトランプ行きますか。行きますか、こちらでいいですかね、あ、この結構トランプ並んでるんですけど、まとめていきます。でも参加者も必要じゃない。でも参加者、はい、そうそうそう、それがその上なんかが重要だね。よろしいですか。わかりました。僕は言わない。